今からエアドリルですね、こういった工具、これを使って磨いていきたいと思います。あとはワイヤーブラシですね。もうホームセンターで、まあ、いろんな種類のワイヤーブラシが売ってますので、自分のキャリパーに合うものを買って使うといいと思います。私これ今紹介してるのはこういう5種類入ったやつですね。ストレートっていうところで買った5ピース回転式ワイヤーブラシセットで、こんだけの種類のものが入ってますね。でちょっとこれを使ってやってみたいと思います。でこれセットしました。結構綺麗になりましたけど、ここの部分はねちょっと取りきんない感じですね。他のワイヤーブラシを使ってみます。そもそもなんでエアドリルじゃないとダメなのって思ってる方がいるかもしれないので説明しておきますけど、電動だとやっぱり灯油がかかっちゃったりして壊れちゃう可能性があるっていうのと、あと電動ドリルとエアドリル比べていただくと分かるんですが、ここがねの太さが全然違うんですね。なので電動のものだとここの間に入んないんですよね。でなかなかねここの奥のキャリパーのシリンダーに届くほど長いワイヤーブラシっていうのはなかなかないんで、まあいろいろ使った結果エアドリルの方がいいですね。と別のやつをちょっとセットしてやってみます。この水色の容器はやっぱりあんま良くないですね。ちょっと深さがあんまりないんで結構飛び散っちゃいますね。一等間で作ってもっとね深く作った方がいいですね。うん、やっぱりさっきの回転式のワイヤーブラシでは届かないですね。まあこのワイヤーブラシでちょっと地道に掃除してみたいと思います。今このキャリパーピンが入るところねちょっと錆びてるんで、今ペーパーを当てて錆を落としてます。まあざっと落ちればいいですね。これここの部分はねブーツが入っちゃう部分なんで、まあ、そこまで神経質にならなくていいですね。でキャリパーの外側なんかもね全部洗っちゃいます。これは組み付ける時にですねキャリパー汚れてたらキャリパーについてる砂とかがねシリンダーの中に入っちゃうのを防ぐために、まあ、ちょっと軽くきれいにしてあげておくといいですね。初心者の方はこのやり方をとってください。ここの部分だけサビを取ってパーツクリーナーで洗ってあげるっていう方法もあるんですけども、慣れないと周りについてるゴミがピストン組む時に中に入っちゃったりするんで、まあ、初心者の方はねこうやって全体的にきれいにしてから組み付け作業を行ってください。で途中で作業を中断したい人はこういうふうに、まあ、灯油につけといてもいいですね。そうするとキャリパー錆びないんで、シリンダーの部分がこうとっぷりね灯油につかるようにこうつけとけば、もう何日ほったらかしにしといても大丈夫なんで。で水で洗ったらエアで飛ばして脱脂します。でこの時点で、しばらく作業できない方はブレーキラバーグリースをこのピストンに塗っておいてください。キャリパーの方もそうですね。でこれこのまま放っとくともう数時間経ったら錆が浮いてきちゃいますので、このあとすぐ組み付けない方は部品にブレーキラバーグリースを塗っておいてください。こんな感じですね。キャリパーオーバーホールの動画を撮ってて、まあ、途中で全部組み上げちゃったんですけども、やっぱりねこのサビがどうしても気になって、まあ、サビ取りたいなと思って、結局サンドブラスターを買っちゃいました。でサンドブラスターの動画も後でちょっとねアップしたいと思うんですけども、まあ、そのサンドブラスターを使ってここに砂を吹きつけてみました。でこういうようにねちょっと劇的に綺麗になっちゃいますよね。やっぱりまあ道具があるっていうのはやっぱりいいですね。
で、そのサウンドブラスターが1万5000円だったんですけども、ブレーキのキャリパーって多分1万5000円じゃ買えないと思いますんで、錆びちゃっててね、綺麗に錆を取っちゃいたいって人はサウンドブラスター買っちゃってもいいかもしれないですね。正直僕ももっと早く買えばよかったなと今になって思いますね。こんな綺麗になるんだったら。で、引き続き、そのサウンドブラスターで砂を吹きつけていきます。なんか砂吹きつけるのをね、よくショット当てるとかって言いますよね。言葉は間違ってるかどうか分かんないですけど、一応ちょっとショット当てるって言わせてください。で、引き続きショットを当てていきます。で、こちらが購入したイリーのサウンドブラスターですね。これは別に動画を撮りたいと思いますので、そっちを見てください。ショットをかけ終わりました。ちょっとよく見てみたいと思いますけども、あたかもね、塗装しているかのような感じに綺麗になりましたね。まあ、ここまでね、サビが落ちてるとね、気持ちいいですよね。で、ついでにちょっと周りもちょっとショットかけてみたんですけども、まあ、ちょっとキリがないんでやめましたね。まあ、なんとなくこう綺麗にはなったんですけども、まあ、ムラムラになっちゃいましたね。結構まあ時間かけてショット当てれば、まあ綺麗になるんじゃないかなと思いますけども、まあここのね、中さえ綺麗になってればね、機能的には問題ないと思いますんで、これで組み付けていきたいと思います。